バーレーン代表のディフェンダーさん。韓国代表に品格を求めてしまう。日本代表はアジアカップの決勝トーナメント1回戦でバーレーンと対戦する。そのバーレーンはグループステージで韓国に敗れたものの、マレーシアとヨルダンに連勝。韓国がマレーシア戦に引き分けたことで、バーレーンは首位で突破することになった。ある、アタンスポーツによれば、バーレーン代表ディフェンダーモハメド・アデルはこう話していたそう。韓国とヨルダンを上回り、史上初めて首位突破できたことは、とても嬉しい。次の日本戦でも同じ戦い方をするつもりだ。首位突破したことで日本との対戦になったことを悔いているかについて。それは不可能な問題だ。僕らは何としてでも勝ちたい。日本から逃げるよりも品格を持って負ける方がいい。クリーンなプレーをしなければいけないし、日本から逃げて満足することなどできない。僕らは国のためにプレーしており、バーレーンサッカーの名声を強く守っているので、全ての選手の方に大きな責任がある。ヨルダンのバーレーン戦のパフォーマンスや、韓国とマレーシアの引き分けなどについて、意図を持って話すことはできない。いずれにしろ、僕らは全ての試合で勝利を目指す。日本は優勝候補だが、僕らは努力するよ。イラクは日本を倒したし、ヨルダンも韓国に引き分けた。サウジアラビアが2022年ワールドカップでアルゼンチンを撃破したことも忘れてはいけない。僕らは約束する。努力を惜しまず、ファンにふさわしいレベルとパフォーマンスを提供し、彼らの野心を満足させるために全力を尽くすことを。日本との対戦を避けるよりも堂々と戦って、負ける方がいいとのこと。うわぁ、韓国恥ずかしいな。韓国に品格を求めるとか、ひどいな。ないものは、持てぬ。アジア中で韓国は日本から、逃げてるって認識されてんだな。YouTube の、韓国 VS マレーシア戦のコメントは、そういうコメントで溢れている。別に韓国なんて、気にもしてないコメントだとは思うが、韓国にしてみれば耳は痛いだろうな。韓国に品格を持てとか、絶対無理なことじゃないの。それが韓国なんだよ、今頃気づいたかよ。2002韓国八百長でクリーン日本とは大違い、汚い手を使ってでも勝てばよい。マレーシアとターンオーバーなしの、本気でやって引き分けただけなのにな。バーレーン立派だな、タジクもベスト8に進んだし、これも立派。東南アジアからも、トーナメントに2カ国残ったし、変わってきたねー。日本はまた2失点だろ、3点取れないと負ける。覚悟を決めた敵は、怖いな。